にここに来たの、アンジェルさん。何時頃？雨がすごい時に来たの。ああ。お姉さんって、すっごい雨の時に来ても、今日中止になるかなと思ったんだけど、このおばちゃんはね、ものすごい晴れ女なんで、やっぱり晴らしたね。今まで必ずこうやって晴らしてきたんで、今日は安全性公演を楽しんで帰ってください。うん、中森明菜さんを。で、全曲、中森明菜さんの曲しかやりませんけど、今日はこんななんか寒いので、全部ノリノリの曲にしたので、よかったら一緒に歌ってください。よろしくお願いします。お願いします。全然少女じゃないんですけど、少女を歌わせていただきました。ありがとうございます。私だけがすっかり頭が浮かんで。ありがとうございました。楽しく歌わせていただきました。ディーバですけど、最後の曲になりまして、この曲のために今日この服を着てきたようなもので、でこれは皆さんの掛け声が非常に大事な、かの有名なアート、これってやつですね。あれです、レコード大賞2回目に撮ったんですよね。はい、ここのところお願いいたします。はい、初めて結構長いんですけど、初めてビアガーデンで歌えて嬉しいです。タクシーに手をあげて、ワールドビジネスガーデンまでと、金曜の夜だから、そうで、で最年少のお客様には、お疲れ様でした。姉妹、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。
っております。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れている、手を伸ばしてもう一度、忘れないですぐそばに僕がいる、いつの日も星空を眺めている、一人きりの夜明けも、ただ一つの心、悲しみに暮れないで、色変えにしきなんて先生頑張ってください。
このストーリーとか歌詞がとても身に染みて感じるので、また来年も来たいと思います。ありがとうございました、はい、で最後はちょっと夏に戻りたい感じの曲ですね。よかったら踊ってください。いわきの方に来てまして、こういうふうにスマホがお風呂でいじれてっていうことは、大浴場じゃなくて部屋に温泉 できれば源泉かけ流しで、そしてこれヒノキです。ヒノキ風呂ついてます。